ました。そして7番の達田を、ミドルブロッカーとして非常にいい活躍を見せました。そして今日はセッターに8番のゴミーを持ってきました。ちょっとこれ注目ですね。そうですね、ここまでは柴田が先発として起用されていたんですが、今日は初めて先発のセッターとしてゴミーを起用してきました。そして10番のホジット、ドルー、そして13番この西川も今日は先発での起用と。ブロック、広瀬を止めました。ここはタッドダオ、お手本のようなブロックです ね、 ね、欲張らないカットゾーンを締めた綺麗なブロックですね。これも、上がっている。もう一度広瀬でいくが、林ワンタッチ上げている、ブロックだ。ここもタッドダオ1枚で止めました。タッドダオ選手のブロックの出すスピードはすごく速いですね。なるほど、はい、反省も速いですし、まあ、もちろん反応ももちろんそうですけども、はい、反省が速いですね。8番の野島を取って速攻仕掛けるタッドダオでした。タッドダオの速攻は初めてですかね。そうですね、ナイスセットした。うっと、なんとか返すチャンス、 JT 速攻だ、タッドダオ。もう今はもう誰でも打てる体勢でしたね。そうですね、しっかり小畑が上げてという形、柴田を見事に応えました。なるほど、はい、でも彼女にとってはこの後から見れるこのシステムですね、あれは大きいですよね。あ、拾っている、トルーズ、あー、よく上げた、ネットに近い、もう一度ここがブロック、2枚で止めました。 JT 今はドルーズ、タッドダオ、高さがありました。一番高いゾーンでもスパイクになってしまいましたね、この前に山内を使ってたんでね、はい、逆サイドに行ったんですが JT に読まれていました。まあこれエースである以上ね、やはりこうあんな2枚がいてもタコスは回ってきますし、はい、はい、世界で戦っていく上でも、ドルーズブロックアウト、最後までドルーズを使い切りました JT マーベラス。